ゲームなハオキキの皆さんこんにちは。ナーシにありますビューティーサロンゴージャスのオーナーをしておりますパーソナリティのゴージャスリエです。はい、キキとの番組作曲です。ゴージャスゴージャス第77回目の放送。今週もよろしくお願いします。はいお願いします。77か。いいね。77。ねえ。すごいね。なな,などうしたう。 いや <laughs> なんか節目だねまたねこれも <laughs> いつも節目かよなんかねえほんと感じすぎもうねえんか節目にしたいみたいな何でもかんでもでもさその「うん、FM 那覇」でしょ、うん、次が節目なのよほんとあそうなのももっと知らんかったあ<な>那覇」あっあああそうじゃだってい知ってた知らんこれ78.0に合わせたら聞けるのよこのラジオ。 そうよそれは知ってるよいくらなんでも分かるわそう存じてた知ってるよじゃあ来週がなんかあるね節目ね今週も一応ゴロメゴロメもうまあいいか何でもいいのその数字が好きなのそういうそういうねそういうので楽しめるじゃない好き好き数字そういうの好き好き大好きあのなんかそれで喜べるねあの記念日とか大好き あのあと誕生日とかも好き自分の誕生日のナンバーとか発してたらもう写真撮るも。写真までは撮らないけどおーみたいなおーってなる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 もうそういうの大好きよそういう数字好きそうだよね好きそうねね好き好きあの超プラス思考だからそういうの見て今日もいいことありそうみたいなということでテンションが上がると やっぱ特に自分の誕生日かか娘とそう自分のじゃないやっぱりほらパッて時計見た時とかに「918」とかなったら「な」みたいな「さぞ今日も」みたいな「今日もいいことありそうじゃ」みたいななんか羨ましいねそういう性格幸せねね当誰だろうねあなたよんか本当に単細胞なのかなやっぱり脳がまあねいいよね いやいい本当それで楽しんでるんだから私そうよ誰も迷惑かけないしそうそうそう一人で笑って一人で楽しんでるだけなんだからそばにいたら誰か迷惑だったかもしれないねその都度テンション上がってキャーみたいなされたらねそんななるのそんなキャーってなるのキャーぐらいじゃないけどまあテンション上がるいやいいようみたいな九九一八なんだゼロ九一八えもうどっちでもいいのよだから基本そういう並びだったら。 だから0918でも918でも何でもいいのよ。まあそういうのが何か目にするとやっぱりねああ今日もいいことがあるんだなってやってそうそう朝のほらなあのニュースとかでよくあるじゃん星座今日のトップ10みたいな感じで何かあるでしょそれも1位から5位まで入ってなければほぼ見ないもうよそ見して見ないのねで1位から5位まで見た時にあったの。 おみたいな「また今日もいいかよー」<laughs> みたいな「で、6位から」の時にはもう見,、うん、見ないもう見ないし聞かない,ないあ、うん、だからあ「今日普通か」みたいなはかだから悪い日、はい、ってないのよ基本都合いい時だけじゃ見てそうそうそうで都合がいいように解釈する解釈してそう それで自分のテンションを上げて一日の活力にしてるどうですか皆様それ負けだろうね聞いてる人現実をね見るっも大事ですからそう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 見てるよ毎日見ててこうなのいいのよいいのよそれで10周年迎えられたんだからいやもうそうです本当にリエさんはい本当に無事終わった 10周年ねこの。無事あったこの土日、くたくさだね。ビューティーサロンゴージャス。ゴージャスくたくたです。10周年ね、ど土日ですか？そうね。土日、昨日まで。今日ね祝日ですけど、今日空いてるよお店。今日空いてんの？サロン空いてます。今だからお客様の施術が終わって、急いでこっちに来たみたいな感じ。だけど祝日なんで5時に閉店しますから皆様、5時以降は5時ですいませんので。じゃあ何このラジオ終わったらもうほぼ変えって。もう閉め？よう閉めるだけじゃんもう。い閉めて 十分でしん日ね、本当に感動感動の2日間だったあのね、もう語れないぐらい語れないもう語れないぐらいに感動しました、朝から。はいあのもうね、サプライズのプレゼントありね、本当にお客さんもひっきりなしだったから、朝のそう10時から結局7時の終わる予定が9時前だったもんね、終わったのね。 それまで本当にずーっずっともうもうもう回転の回転の回転みたいな感じでもうスタッフ一同誰も食事も取れずもう飲み物だけで十十二時間ぐらい働いてるよねみんなね飲み物だけでああそういうことかそうそうそうもう飲む、えー、だって食べてる余裕がないのよねもうひっきりなしにずっとお客さん入ってたんで ねえだけどそれぐらいね、あのやっぱりね、来店してもらえるなんて幸せだよね、本当ね、いろんなサプライズがあり、うん、もう感動だった、っもう涙じょろじょろだった、金、土でしょ、土日、土日でしょ、はいはい、もう、両日ともにそんな感え昨日は穏やかだったね、うん、あちょっと穏やか。 昨日はほらもう日曜日だからもう最初から土曜日に集中するだろうなっていう前提でもうあの土曜日は覚悟してみんな栄養剤を持ち込んであのスタンバイしようねっていうぐらい気合入ってたのねだからもうね9時まで開けようと何時までであろうとバッとやってまあ昨日はね早い時間にもう終わってお疲れさんって,ってもうだけどくたくただからねもうみんなあの打ち上げはまあ来週再来週。 まあゆっくりしようかっていうことでいやそれがいいよあだけどやっぱり無料だからね本当にね良かったよやってよかったやってよかったもうやってよかったほんとによかったねもう朝から感動感動だったの本当にもうずっとだからその耳つぼとあとボディーあそうそうそうずっと入ってたよずっと書いてるずっとてそうずっと書いてあってずっとやってもうね 余裕なかったね余裕あったら私ぐらいとかも頭やトーク担当とかねそうねトーク担当なんでねこれね一応男性のお客さんもいたのいや2日間いなかったねあいなかったいなかったただお友達とかが差し入れしてはくれたよあそのそうねあ10周年だからって10周年にそうそうそうはあるけどお客さんとしてほらなかったいないね全員女性でした かなないでよったじゃあだけどすっごい人入ってた本当にもう駐車場もいっぱいいっぱいだったし夜まで駐車場なんて台いよいよ123456台止められるんででで私のもともと車とかはまた別でよそでみんな止めたのでそうそうだから6台止められるようになってたんで全然問題なかった駐車場うん無情ありましたよよよかった ねえ本当にいろんなのいただいても感動感動だったよなんかサプライズってのはどういうサプライズ受けたんですかあのー、そうねこのスタッフからもらった、うん、き昨日だから郵便物が届いてたのよ昨日か一昨日か郵便物が届いてて郵便物うんゆ、はい、郵便こうね小包が届いててうん、うん、でそれにスタッフの名前が書いてたからあんたに郵便物が届いてるよって言って <laughs> これ営業中、営営業業中荷物届いてるよって言って、なんか届いてたよって話をしたからでスタッフが来て、よく見てくださいよ、私からゴージャスに送ってるじゃないですかって言われて、ごめん、ごめんって、そうなのって言って、なんか商材なんか商材じゃないのって言って、開けたら、なんとそこにワインが入ってて、ワイン。それも もうゴールドでコングラチュレーションビューティーさんのゴージャスって掘、えー、られてるわけそれもゴールだよすごいびっくりもうこれも嬉しかったしで他のあのこのミミツボの彼女からは、うん、クリスタルクリスタルあの透明のクリスタル石 あれにまたこれもビューティーサロンゴージャスでゴールドで彫られてて名刺立てなのめっちゃくちゃ重くてで最初の初日に彼女がこれプレゼントって持ってきた時にあんたねもう悪いけどこれ重すぎてんなの石なの何なのもうほんに重いわけ重りぐらいだから私がほらジャズサイズやってるから重りでも持ってきたんかなと思って3キロぐらいの。 重さだっったら本当に3キロぐらいいいいあははい、は前持って「何よこれ」って「おめちゃくちゃ重いんだけど」って言って、うん、まず開けてみてくれこれ重,りだ重たいからこれ絶対バーベルか何かだろうなと思ってて、うんね、そうそうもうだからもうバーベルだもうあとだけでよとか言ってて、うん、で、まあ、開けてみてと,、ね、とんでもない <laughs> クリスタルの。 めも,まあ、も,うもう感動涙うるうるしながらね本ほんとにしたバルーンは届いてるしねバルーンも届いてるわ<ー>ねこのまあ、同級生の前メンバーからも花束が、うん、豪華な花束がまた届いててね。うん ゴージャスに負けないぐらいの豪華な花束にしてくださいって花屋さんに注文したらしい、えー、花屋さんの方が言ってた <laughs> 注文しに来た方が「ゴージャスに負けないぐらいの豪華な花にして」って一言言ってましたよ <laughs> もうウケると思ってまあねそのコメントもねもう読みながらまたねほんと涙うるうるしたしもう本当にもう何回泣いたら気が済むんじゃんみたいなね <laughs> あでもあれね目腫れてないね もうねあの泣きすぎて腫れてるのよ今日ごまかしてるのいろいろと <laughs> ごまかしてる,してる今日もうだからもうねメイク取ったらもう腫れてるわであ<ー>まあまた娘も娘で朝から<ー>そうキッチンに立ってたよ、まあ、なんか作ってて、うん、その日キャンプだったから彼女はねキャンプ、うん、キャンプに行くって言って塾のねキャンプに行くってだったからそれの準備なのかなと思ってそっとしてたら忙しい間に あのうちのスタッフが、うん、みんな同じチョコレートを食べてるのよこのカップに入ったチョコレートをーだから食べる時間がなかったもんだからみんなその隙間に同じチョコレートを食べて「な,な,な何このチョコレート?パパッ」ってルーナーからこれもらったんだよっていうわけえってうちの娘がスタッフ全員にチョコレレートトをプレゼントしてるのよ<う>10周年でみんな今日1日大変だから食べる時間もないかもしれないからこれ食べてくださいって一人一人に渡したっていうわけ。うわ あもうこれ聞いて待、まあ、ったもう <laughs> みたいな <laughs> で冷蔵庫に私の分もきちんと入ってて、えー、母さん食べてねっても,、ね、もう親子だから言えな、ね、い、うんね、冷蔵庫にんか入ってるからねって言われて、うん、なそのないよなんかみたいな感じだったんだけど、うん、それスタッフから聞いて、うん、はあ大人だったね,ったね娘ちゃんもねいい娘さんねほんとねもうそんな間やでねほんとにもう。 ねえいろんなものいただきすぎて大変なことになってますわ、うん、お菓子からねなんかケーキから差し入れからね東京から友達も帰ってきててね友達からもたくさんもらいましたねまたいろんなのはいもう大変おうち中あの甘いものだらけ 冷蔵庫の中開けたら、はい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 。ケーキ類がいっぱい入ってます。糖分困りませんね、私。ね、コーヒーとね。うん、毎朝、そう、食べてるんで、糖分困らないね。過去、備えて腐れるな、早く食べない。と生物。生が多いんだ。生ものが多い、だから、あの、結構味にうるさい。で、私ね。うん、それで、やっぱり、結構いいもの。を買ってきてくれてるのね。 そうなのよそれがまた絶妙な味で、うん、一口きの食べたんだけど、うん、あ一口で一個食べたんだけどもうあらまあっていうから、ね、この生クリームも,も,う,もう美味しくてあもういいんだいいところなんだうまい<ー>えっと何だったっけあっちごめんどう忘れしたから話やめようえー、<laughs> あの何だったっけあっちの何ケーキ屋さんえっとねケーキ屋さん,ケー,屋さんケーキ屋さんってデザート屋さんあのー 前も私一回投稿したことあるんだよなこっちのケーキもらったって言って投稿投稿したことがあるフェイスブックかなんかでここのアプリコットじゃなくていや東京のだもん東京のうん東京のケーキ屋さん有名な東京のケーキ屋さんが買ってきてるそうそうそう友達が帰ってくるあっ10周年に合わせて昨日帰ってきててそううそそれでいただきました分かんないよ東京のほんと忘れてやだけ一流なのよそこのが前にもいただいたことがあってはい 絶妙な味だわけ <laughs> 絶妙<な>もうね<味>なんて言ったらなんか生クリームなんだけど生クリームなんだけどその生クリームが甘くもないけどなんかなんていうのかなこのふわじゃなくてこうもうすごく口の中でとろけるような生クリーム。それはねとろけるわよう,う,うまい もうやめられないねでもね聞いてる限りこりりえさんに、あのー、サプライズしがいがあるねそうよね箱とかさ届いて <うん S 2> あれもしかしたら今日記念日だからとか大体ちょっとカン、あのー、ぐるところあるのよ <うん S 2> もしかしてこれ私に行かみたいなあ<ー>と箱とかね届<ー>いフ時とかあ,<ー> <laughs> あとねあの娘さんがね冷蔵庫入ってるよって言われたら あ今日もしかしたら記念日だからとかあるでしょうけども<ー>イエさんね全部ねあな何みたいなそ <laughs> <laughs> うちょっと待ってよそれってばかりしてるの何幸せだなって,思ってあ<ー>それはそうやっぱちょっ,とちょっとひねくれてるとあもしかしたらとかねあるかもしれないけどナチュラルにこうあの疑,い疑いもなくというかねあ うん、そうね正在かなってそこでパッと思えるっていうのはいい,いいわよやっぱりあ<ー>あ箱もらった時にね、うん、箱もらった時まさか誰も思わないよ普通の人でもそうじゃない,い,ないでしかも,も,し名前もだ,だ,だ重いからダンベルかなとかもう失礼極まりないんでねもういい,いいと思うわこういうほん、ね、はダンベルって、うん。ニ人にも聞いたもんダンベルじゃねえよって話して <laughs> だからなんか <laughs> そうね <laughs> 本当よそうねだからもらったものに関して <laughs> 本当に感謝感謝もう本当に嬉しくてね。<laughs> そうもうあのする死骸があるわよ <laughs> う泣<る>くわって感じもう何回泣いたかわからんわ昨日 <laughs> 昨日おとついでもう夜晩酌しながらまた泣いてたしみたいな <laughs> <laughs> 思い出して「本当みたいな「本当に10年間やってきてよかった」みたいな「<laughs> <laughs> 恥ずかしい。受 <laughs> け<ー>るね。んね本当。 そうなのまだまだいくわけでしょもう10年11年12年13年もう10年から11年とかはもうカウントしないよねもうだから次次は15年ぐらいじゃない15ぐらいのそうだね15年ぐらいがメドだろうねだってそこにもう終わるみたいなじゃないじゃないじゃないだって20年じゃないほら区切りとしてはね15年。 うんうん、で20年って形に持っていかないといいそうそう1年1年ってなってるとね、うん、あのすぐ来ちゃうんだよ。うん。で、大事にはする,するけど、まあ、区切りとしては15年うん、うん、で15年からまた20年って考えればいいことだし時代はどうなってるか分かんないからね。どうぞ次次ゾロ目だよ次 <11? S 2> うん、それは待って自分で楽しみよ <laughs> やったやった <laughs> みたいな感じだ <laughs> いいじゃんそれでというわけで, <laughs> でゴージャスゴージャスではメッセージも募集してますメールアドレスはゴールドアットマーク FMNAHA.JPGOLD アットマーク FMNAHA.JP 皆様からのメッセージお待ちしてます ということでね、はい、あのー、俺さんからコメントも来てまして<あ> <laughs> こんにちは初見ですといただいておりますが<う>俺さんもしかしなんかこう送り物とかあったんじゃないですこれメッセージ来てたよあ来てたあメッセージおー、ね、<laughs> ーお <laughs>、はいはい、来てましたね急ぐしかわしが大沢はいはい来てましたよなんかフェイスブックにあフェイスブックにうんコメント来てましたねありがとうございますななんてなんて 頑張れ。そんなシンプルでも。あ、じゃないじゃなんかいろいろ書いてたよ。なんかいろ書いてさ。基本的に頑張れ。なんか頑張ってねみたいなそうね、はい。ああ、いいね。励みになるよね。やっぱりそのフェイスブックのコメントもね、一つ一つが。もうたくさん来てるんだ。来てる来てる。お店に感染だった人とか。そうそうそう。もう昨日でアップさせてもらったんで、やっぱり感謝の気持ちは早く伝えないといけないでしょ。みんなに。そこはね、すっごい豆なの、私。 うん、ですぐ昨日アップさせてもらったら、いろんな方々からまたコメントいただいたんで。本当ね、そのコメント一つ一つをまたね、返信しながら、またうるうるしてたよ。あれ、順子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 からも来てたね、コメントが、うん。もう嬉しいね、本当、ありがたい、ありがたい。本当。ということで、じゃ、あもういいですか、あの、もう。 ちょっと感動もあるかもしれないです、ね、え、いいよ現実に戻りましょうちょあのコーナーの方もね行きましょうありますのでじゃあ参りましょうかりさんじゃあお願いいたしますゴージャスリエがズバリますゴージャス人生相談はいありがとうございますこちらのコーナーはですねリエさんにねドカンとお悩みを解決していただこうというコーナーになっておりますということでね早速一つ目のご相談に参りたいと思います、えー、こちら女性二十代 C さんから頂い,いております、えー。最近スマホのアプリでメルカリなどのフリマアプリが流行っていますね。若い子から大人まで商品を出品して売買をやっていてすごい世の中になったもんだなと思います。りえさんはフリマアプリやっていますかまたフリマアプリについてどう思いますかという、まあ、ご相談というかね本当にど,うどうですかっていう。 ねえみんなやってるよね私も別にやってるしやってるやってるよおやってるっすかやってるやってるなそんないややってるよとりあえずねメルカリやってるメルカリは入れてるけどこれは息子が息子がやっててなんかほら私のもので注文した方がいいみたいでなんかよくわからんけど支払いがクレジットで私がパッと払えるから本人はクレジットカード持ってないでしょでその都度 決算終わったら本人から直接現金を私は取り、はいはい、うん、お母さんはいこれ、そうそうはい取るんだよ、コロナねあのクレジットがカードの銀行に入れるっていう仕組みになってます、ね、あれだもんね<ち>そ,それじゃなかったらコンビニとかにね直接行って自分で払わないといけない、ね、そうそう面倒くさいでしょ手間かかるからなかその手数料の分はね、うん、私がもらおうかなうだけどもらえてないなほぼ。 だから入ってるよそうそうそう分かる分かる見て、うん、あれよね、うん、なんか来るまでのこの商品が到着するまでの時間がね、うん、ちょっと心配よね、うん、なんか <laughs> <laughs> なんかやっぱり親だからなんか心配まだ来ないのみたいな <laughs> い<や>発注かけてほら1週間ぐらい経つじゃん発注とか言わないでください <laughs> 注文あなな,な,なんていうのそれメルカリなんでだからやっぱ 個人なんでね、あのそ<う>企業じゃないそう企業じゃないから、そうそう注文した。注文注文っていうか、<laughs> じゃあ何てまあ,まあ購入してね。購入した、そう購入,購入した。あのその人の生活もありますからね、そのあの売ってる人の。じゃあほら発送しましたよってメールが来るじゃん。うん、ああるね。じゃ発送したってことは、あ沖縄だから5日ぐらいで届くのかなと思って届かなかったら心配じゃん。うん そんな届かないの届届かかななないいそん心配でしょそんな場合とかどうするんかなとかねあるでしょんか追跡番号とかあるでしょ分かんないそこままあ見てみようねじゃあねあるのよんかあの大和宅急便だったらこの数字定形外もある定形外ないんじゃないでしょ定形外だよねほとんどんか発送って結構安いからうん定形外だよ今までやるのを見てたら定形外ほとんど。 まあだからそのちゃんと払ってもあ,のあるからねあのと結局届かなかったらあの事務局に運営に連絡したらこう返金がちゃんとあるとかああじゃあ今日その講習会じゃないよねだっ違う違う違うけど僕 <laughs> もねよくやるんでああ面白いね面白いなどんなの出すのりえさん出す出品するって意味出,品出品はしたことないもんあもう買う専門買う専門息子が あえリエさん買わない私も買ったことあるよアディダスの上下とか、うん、おあでもジャージとか安いよ、ね、だからそう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 だからほら今ジャズサイズやってるからあジャズサイズ <laughs> <あ>恥ずかしいですねジャズサイズに使うやつを上下を買ったりとか上下メルカリで買って、うん、買ってくるの待ってるけどああえまだ来ないいやそれは来た。 だけど息子のものが来なかったからそうなんだろうなあって私の上下はまたね嫁ちゃん二十歳の嫁ちゃんがいて彼女からこのアプリこういうここのサイトいいよっていうのを聞いてダウンロードしてもらってそこで買うものしてる私ままたた別のそそそそううううれもフリマんんああるるなかここのサイトいいよって教えてもらったのね若いからほらそういうのよく分かるなね詳しいね。 ここ見ても見たら面白いやっぱりやめられない,い止まらないぐらいのあるょ要は自分の好きなブランドとかそうそういろいろあって、うん、面白いけどこれがいろんなのあるわけあれがさこのえこれ前出たやつ前のシーズン出たばっかりのやつだけどみたいなのが、うん、あるよねもう何万円も安くなってとか、うん、なんかすごいよね時代だからほんとに、ね、何これし人 ちょっと前のものがあれで安くで買えると全然いいよね。そうだよね。悪くないもんね。<う>んものとして。そうそうそう,そう,う <ん S 1> で。で着用も1、2回ですみたいなとか。そう,そうあー。なあわかるわかる。あるよね。いいよね。<あー S 1> もう全部楽しませてもらって。<laughs> 意外と <laughs> 意外と意外とあれなのよ、あのそうなのよ、ちゃんとこう時代になったやり方を、時代になったって、年のわりにはね、時代に迎合してていいっるとうそうそうそう、ついていってるの、どうにか、そうそうそう、ついていかないとね、あのほらお客様も若い子が来たりとか、やっぱりそういうので刺激受けるの、とっても楽しいの、行りなとか、いろんなね、してて、とっても楽しい。これれあなのの娘さんとかもやる 娘もやるるやるるってるだから今この嫁ちゃんからなったサイト娘と一緒に共通で見てるのね、うん、で息子とはこのメルカリ共通でやってるはい、はい、これ娘さんも息子さんも別に出品とかはしないしてないみたいな今のところはね、えー、だから息子はなんか出品するみたいな話をしてたんで、うん、じゃあその時に私のものを出品してって言ってたりねリュさんもなんか使わないねバッグと,、ね、とかそうその辺出品しようかなかか昔は結構やってたのよねあの<え>こういう こういうアプリじゃない時代このヤフーとかのもので結構出店してた洋服20着、えー、20着でいくらとかセットでセットで、えー、とかやってたそれもうバンバン売れたよそりゃそうよ20着でだからほら私1着1着とか手間かけのの面倒くさいから 二十着でいくらみたよやっていう、いいやつは。そうそうそう、いいいいどこどこのメーカーのものが二十着でいくらとか。三千、うん、円とか、ね。<laughs> すごい売り方すごい売り方だな。うん、だからもう面倒くさいの、<ー>そんな一着一着が。で、はい、やってましたよ。ぜひね、ええー、ど,んどんこれからフリマアプリはじゃあもういいね。<ん>いいね。これからもやるってことね。<laughs> はい。はい、ありがとうございます。ということで、まあ、あと十五秒くらいなんですけど。 本当にね、無事10周年を迎えることができました、はい、ビューティーサロンコーチャスですはい、またこれからもよろしくお願いします,しま,すまた来週聞いてね